千徳城は、岩手県宮、古市千徳町に存在した、日本の城。一個千徳市の居城として知られる。千徳城は、道の区国兵軍千徳村に所在した。医療争いをきっかけに分裂した兵士のうち、兵員側より、北の地を領有した、河北兵士によって14世紀後半に築城されたと、する説が一般的である。 室町時代に至って、平氏一族は著しく衰え統一を変えた結果、南部氏一族の一個氏の進出を許すこととなり、千徳城には、平氏の後南部氏の木材として一戸千徳氏が入り、城を拡張したと考えられている。千徳氏は城主であった千徳政氏の代に、浅瀬岩木に移ったため、千徳城は一族の一戸孫三郎が守った。 仙徳城は根内川と、神田沢を境とする仙徳町の北側丘陵部であり、城石の使用部は仙の利宅の東側と推定され、根内川と平川が合流する河口を城下として発達したものと思われる。天正20年、上主一個孫三郎が、文禄の役に従い九州名古屋へ出陣の留守中。 南部市によって千徳城は、たくさぎ城と共に破却されて、所上破却令所上には、千徳山城派一個、孫三郎持分、唐の友留守、海守とある。それと同時に、それ以降、千徳市の名は、市場から、消息不明となる。ありがとうございます。